Are you still angry at me? Let it go already. That was a lousy trick. Do you know how scared I was? Thought I was shark food, huh? I never knew you cared. I was more worried about how to steer the ship. Without you, I couldn't get back to shore. Come on. They're saying that old Bruce is dead. Without him, this place is paradise. Woohoo! Hold on! There are still sharks down there. Chill, babe. I'm a jiu-jitsu master. If a shark tries to get fresh with you, I'll hit it with the old hee-yah! Come on, let's go! Eek! Earthquake! Seaquake? It's gotta be an underwater volcano or something. What? What is that? Hey! Those fireballs in the sky. They're headed right for us!団長、かき氷ワン OK だ。あの黒い水着の女性に頼む。店長、ひとまず宣伝は完了ですね。次は何を？ではリンゴの皮を剥き、いつでもすりおろせる準備を。店長、リンゴがワンとメロンはツーです。了解だ。メロンは初めて完売する調子だな。店長もなかなか板についてきたぜ。注文を回せるようになってきてよ。あとは水着になりゃ完璧なんだけど。別にいいだろう。君らの要望通り鎧は脱いだんだ。でもなんか硬いっていうかさ、せめてサンダルに履き替えろよ。サンダルフォンの名が泣いてるぜ。ダジャレのつもりか。ルリア、リンゴ1、メロン2だ。はーい。あ、Bさん、サンダルなら船の備品にありますよ。確か浜辺用だったはずです。本当か？だったらその B さんを取ってきて。ん？ B さん？B さん？あ、なんだよ。別に。ついでにメロンも取ってきてもらえるか。B さん。B さん、 B さん、 B さん。お店の前ですよ、二人とも。ノー、ケーキはどうだい？マーティさん、怪我は治ったんですか？この通りさ。ギリギリサリエルが俺を引っ張ってよ。あいつ見た目と違って怪力だぜ。
浜辺はあなたの評判で持ちきりだもん。さ、好きなものを頼んでいいぞ。この屋台の奴らは俺の仲間でね。わい。なあなあ、っていうか学者の姉ちゃんはいないのか。お前たちよりが戻ったんだろ。ああ、まあ、あの後いろいろあったんだが、ライフスタイルが合わねえというか。ライフスタイル？また喧嘩ですか？わかんねえな。恋愛ってのはそんなに複雑なもんか？複雑回帰だよ。特にインテリ女の頭の中は理解できん。極めてどうでもいいが、注文する気はあるのか？ぶどう。うわ、サリエルかよ。お前いつの間にそこにいたんだ？ぶどう。ぶどうジュースですか？ありがとうございます。うん、そのままそこにあるぶどうがいいんだ。うん、君はフルーツが好きだったのか。うん。俺が出すよ。借金完済を祝ってパーッとおごってやる。ありがとう。ここにあるのでいい？は？あいつ箱ごと抱えてとんでもない量だぞ。店長、少々休憩をいただいても。野暮用を思い出しました。わかった。というか今日は協力を頼んでないが。ありがとうございます。悪いわね。本来の依頼はすでに終わってるのに。構わないわ。乗りかかった船だもの。僕たちも気になってはいるんだ。この件を人間がどう判断するのかね。ありがとう。そういえば、アズちゃんはどこに？屋台の真似でおはぎを売ってるわ。宿屋の台所で作ってたの。あら、かわいい。お盆に乗せて街頭販売ね。でも夏の観光地でおはぎは。木箱もありますよ。くるみもあるんですよ。ねえねえ、あっちにタピオカジュースがあったよ。ちょっと興味ない？目的はクレープだったのに。二人でルシオ様に渡すって。まあでも確かに興味ありありかも。あ、おはぎはいかが？苦戦中みたいだね。でも頑張って作ったんだ。ちょっと僕も行ってこよう。お願いね。エレンは資料まとまりそう？プレゼンテーションをするのよね。問題ないわ。あとは現場のサメハンターの意見も載せたいけど。マーティンは？いやよ。断固たる拒否。
まだ喧嘩中なの？だって聞いてよ、浜辺の英雄だとか評判になったせいで若い女性が寄ってくるようになってね。約束にも遅刻遅刻遅刻、英雄と会えて光栄だろうって態度なの。私もファンの一人みたいに扱うのよ。ほんとクズ。大体ブルースの剣はみんなの力なのに。あらあら、ダメな男ね。でも彼にとってブルースは何年も追ってきた敵なのよね。ちょっと調子に乗るのもわかるかも。そこはまあ、知り合った頃にはすでに追ってたわ。とても熱心に作戦を立てて浜辺の人々を守る情熱を語っててね。でも今は彼の努力の過程も知らず、お祭り気分でもてはやす人たちに乗せられて。あんなの見てらんないわ。誰が本当に自分を叩いてると。ふーん、あなたこそが最も彼を叩いてる？あ、そこまで主張する気はないけど。うんうん、後で一緒にマーティの話を聞こっか。プレゼン資料のためにね。でも。ん？君はおはぎが好きだったのかい？うん。ぶどういっぱい持ってるね。アズのおはぎも箱に詰めるの？うん、おはぎもいっぱい必要なんだ多分。よいせっと。落ちないように詰めといたよ。でも何をする気なんだ？ありがとう。サリト？急いで行っちゃったね。あ、ダイキン！ちょっと待って、サリエル！私が立て替えておきますよ。あ、運長。こら、さすがに失礼だよ。こんにちは。うんちょです。ついでに私も何かいただいても。ありがとう。今日はくるみがいい出来だよ。素敵ですね。ありがとうございます。冷えてきたぜ。天気は快晴だが、念のため撤収の準備を進めておこう。雨が降らないといいですね。初のメロン完売が目前なのに。確かにな。なんな、お前今メロン5杯とか飲めるか？身内同士で買って完売達成か。ありがたいけど無意味だろう。身内？そうですよね。私たちは身内ですもんね。うん、ま、屋台を閉めても仕事はある。市場に行って材料を買い込もう。だな。確かハマたちも市場にいるはずだぜ。アズがおはぎを売ってて。なあ、お前たち、エレンも市場にいるかわかるか？多分いると思いますよ。ま
ーティーさんも一緒に行きますか？俺は別に興味はないんだが、ただまああれだ、保護区の件は知る必要がある。俺の仕事にも関わる話だろ。おー、まあ何でもいいけどよ、結局おさも来るのか？そうだな、だが俺も多忙の身というか。極めてどうでもいいが、雨が降るまでに決断するんだな。だが君が鬱屈を溜めている間に彼女の状況が変わっても遅いぞ。いつか言おう、また今度でいい。後になって自分が甘えていたことを知る。お前、うお、すげえ風が吹いてきたぜ。沖の雨雲を運んできたか。雨雲？待て、あの大量の黒い影は。終わった。おかげで資料はまとまったわ。ご苦労様。あとはマーティンの意見よね。ああ、そこはまた今度でいいわ。プレゼンがダメだった時に。エレン、どの道現場の所見は必要だろう。マーティンは多分浜辺だよ。サンちゃんたちにもおはぎ売りたいな。まあ、分かったわよ。彼と話せばいいのね。店員さん、お会計をお願い。は？サメ？空から降ってきた？あ、他にもいっぱい降ってきたよ。